大丈夫かしら。かなり疲れたんだろう。まだ休んでる。そう、犬って不思議ですよね。不思議？こんなにも人間の生活に、人生に深く入り込んでくるなんて。そうね、犬がいる生活といない生活じゃ全然違うわ。そうなんですよ、お金もかかりますしね。でもその分幸せもいっぱいもらえる。だって顔にも。そして時には人生を大きく変えるきっかけにもなる。そうよね。人生、私たちペンションを続けながら里親募集のボランティアをやってみようと思うの。園長寺さんも手伝いたいって。大丈夫かな、あの人。やっぱりネットとかやらないとダメかな。あの、僕にやらせてください。ホームページ作りは得意ですから。なんであんたまで止まってんの。いや、居心地なくて、子供たち可愛いんだもん。で、その格好は何？あ、少しでも犬の気持ちに近づいてみようかと。怖いなぁ、猟獣マニアのくせに。あのね、僕は一度飼ったら捨てたりしませんから。ちょっと、さっきから呼んでるのになんで来ないのよ。あの、うるさいな、この人騒がせな犬。何よその言い方。あら、セントちゃんもう大丈夫なの？まさか玉ねぎ中毒だったとはね。恥ずかしいので言わないでください。意地汚いのよ、残飯の玉ねぎ食べるなんて。だって美味しかったんだもん、あの鶏肉ソテー。狂犬病の検査も含めて今日獣医に連れてくわ。ね、病院嫌いなんですけど。注射でも何でもされればいいの。すっかり名コンビだね。コンビじゃなくてパートナー。ベストパートナーなんじゃない。何よそれ。生徒生きててよかったな。うるさいから二人とも。なんか変なの。え、昨日まで全く他人だった人とは思えない。犬は人の縁も取り持つのかな。縁か。時に皆さん犬の語源をご存知ですか。どこにいたの。ずっといたの。誰も気づいてくれなかったので、犬の語源って。諸説ありますが、私が気に入っているのは犬、つまり猿という言葉が転じたものです。いなくなっちゃうっていうことですか。猿というのはどんなに遠くに行ってもその場を去って飼い主のもとに来るという意味なんです。そうだよね、戻ってきたもんね。すいません。ねえ、じゃあドッグの語源はご存知ですか。ドッグ、うーん、英語できたか。 D-O-G ひっくり返すと G-O-D ゴッド、神様になるでしょ。本当だ。犬は神の化身じゃないかって言われてるのよ。あ、その化身を捨てようとした人。自分なんか打とうとしてたじゃん。長いってて切ないよ。神様は犬を通して無償の愛の存在を問うてるってことかしら。深いですね。ここにバチ当たりがいます。はい、懺悔します。僕はあれですね、犬は神様からのプレゼントかなって思いますね。ロマンチックですね。犬がいると人生がカラフルになる。ちょっとした日常も色濃く鮮やかに描かれる。僕、泣いてもいいですか。犬って言葉が通じないからこそ一生懸命心を通わせようとしてくるでしょ。私、犬がいればちょっと優しくなれそうな気がする。お、それはよかった。今のままじゃ将来心配だもん。ちょっと。犬は人がいないと生きられないって言いますけど。本当は逆かもね。飼っちゃったら人間の負け。そこにその代表がいますもん。どうも、ダメ人間代表です。お犬様様です。シンシア様、早く帰ってきてください。シンシア様。本当にバカにすみません。犬ってね、人の話全部聞いてますから。こうやって寝てると思っても要注意ですよ。悪口言ってたら神様に告げ口するからね。でも人間ってバカで間抜けでどうしようもないけど、割と可愛いところあるわよね。しょうがないわよ、それが人間だもの。でもな、あれはやめてほしいな、シャンプー。それお前個人的に嫌いなだけだろ。僕は全体的にささみが足りないと思う。私はそうね。あ、思い出したな、KY ってなんだよ。あ、あれ、あれね、この上なき友人よ。ほんとかよ。骨密度は 40% じゃないの。せえ、今晩よろしくねじゃないの。こちらこそよろしく。
番、パパ2番。